好きな朝ごはんが、朝ごはんがあるらしいんですけど。おかん、はいはい、好きな朝ごはん、その名前をちょっと忘れたらしくて。え、もしもし。どうも、聞こえますか？あ、聞こえます、聞こえます。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、今日2人ですか？え、呼んでないっすよ、別に誰も。ああ、呼んだ方がよかったかな。いや、全然全然全然。いや、たまにはいいかなと思って。ああ、やりましょうよ、ちょっと寂しいし。最近はえ、パス、はい、パス、はい、パス、はい、パス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 、はい、パス、はい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 、ゴール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 、外だけだやってるの。ボクシング場なんか作るみたいなのか。いや、もうやめました。まあちょっと雑談でもします。ましょっか。いきなりなんですけど、はいはい、俺のおかんがね、はいはい、好きな朝ごはんが、朝ごはんがあるらしいんですけど。おかん、はいはい、好きな朝ごはん、その名前をちょっと忘れたらしくて。え、あ、マジっすか。え、はい、結構重大なあれですか、重要な、あの、あ、重大、まあいろいろ聞いてるんですけど全然わからへんって言うんですよ。はいはいはい、うん。え、もう長くないんですか。え、いや、別に、いや、そういうことじゃないですけど。あ、あ、はい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 、ちょっと、うん、朝ごはん、なんか、はい、甘くて、はい、カリカリしてて、はい、で、なんか牛乳とかかけて食べるやつ。ああ、はいはい、何だったっけ、コーンフレーク。あ、コーンフレークな。コーンフレーク、甘くてカリカリ。いや、俺もコーンフレークと思ったんですけど。はいはい。おかんが言うには、おかんが言うには、はい、なんか死ぬ前に最後のご飯もそれでいいって言うんですよ。死ぬ前に最後のご飯もそれでいい、めっちゃ好きってこと。そうですかね。おお、え、それじゃない、コーンフレークじゃないの。でも、まだあって、はい、なんであんなに栄養バランスの五角形でかいんかわからんし、低栄養バランスの五角形決められたもんでしょ、あの、なんか日本食品衛生なんとかみたいなね。はい、まあコーフレンクでしょ。はい、まあわからんもんですよね。まあ、あとおかんが言うには、はい、晩ご飯で出てきても全然いいって言うんですよ。それが、はい、おかんはあれですか、あの、小食晩ご飯じゃ物足りないでしょ。もう、あ、コーンフレークやと、コーンフレークやと、あと、まあ、あとおかんが言うには、はいはい、お坊さんが修行の時も食べてるって言うんですよ。はい、修行の時にも食べてる。はい、草餅。いまたご飯でしょ、夜。え、草餅。あ、あ、草餅な。
でもおかんに言うには、はいはい、ジャンルで言うたら中華屋って言うんですよ。中華？はい。エビチリ？いやまあでもあれなんですよ。はいはい、もっとなんかそれを食べてる時に、例えばまあ食べてる時に、はいはい、誰に感謝していいんかわからんらしい。誰に感謝していいかわからん。あーなるほどね。その由来がどっから来てるかわからない、ね。そうなんですよ。海の立ちかとか、ね、山の立ちか。パクチーえ、もうちょっと情報ないんですか。あ、もうちょっともうちょっと。あ、はい。おかんが言うには、うんうん、コーンフレークではないって言うんですよ。じゃないんだよね。でもおとんが言うには、はいはいはい、あのサバの塩焼きちゃうかって言ってるんですよ。おとんは、はい、あーそれサバに牛乳かけない。ありがとうございました。これ何